たすきを全体の1位に押し上げて、さあそして最後の姉妹のたすきリレーということを迎えます。1位パナソニックです。森田香織、差を広げて森田しおりへとたすきを渡します。第3中継所、パナソニックが今トップでたすきを渡しました。そしてしおりの背中をポンと叩いた姉香織の3区の走りでした。パナソニックがトップで通過。今少し目を抑えながらたすきを肩にかけて、さあ4区に走り出していった森田しおり、引退レースです。